メンスオレンシュンチャです。さて、昨日はね、弥富のキング山国に行ってきましたよ。そこで、河合鑑賞魚の動画はね、早速公開して結構好評だったんだけど、河合鑑賞魚だけでなく、弥富の金魚屋さんもね、すごく良くて、本当に今回はいい旅になりました。そこで結構な金魚の数を買いつつ、出費も高まってしまったので、本当にお金がすっからかんで全くない状態ですね。もうかなり貧乏なんだけど、しょうがないなっていう感じで、自分自身の食費っていうのをかなり抑えてね、もう晩ご飯はアイスみたいな感じにして抑えながら、金魚のお金を捻出しながら、治療薬とかも買い揃えないといけないので、本当にね、金魚のために我が身を削ってる毎日を送ってます。今回からお迎えした金魚のトリートメント方法も変えて、前まではイソジントリートメントをやってすぐに導入しちゃったりしてたんだけど、水合わせだけしてね。だけど今はちゃんとトリートメント水槽を作って、そこに塩水とあと薬を入れてますね。で、薬っていうのがこちら、グリーン F ゴールドリキッドっていうのを使ってみました。こちら初めて買ったんだけど、なんとね、 150ml しか入ってないのに2000円もしました。しかも水10リットルに対してこれを 10ml も使わないといけないので、10リットルの水槽だとだいたい15回くらいしか使えないので、結構高価ですね。1回100円以上しちゃうぐらい。だけど最初に菌をね、殺しておくのはすごい大事なんで、その1回のトリートメントがあるかないかで、その金魚自身の寿命も変わるし、新しく導入する場合、もともと金魚を得る場合はその金魚の健康も害する可能性があるから、ここでね、しっかりとトリートメントをして、もともといる子たちももちろん、新しく入る子たちも健康な状態で平和に暮らしてほしいなって思います。なので今回このグリーン F のゴールドリキッドを思い切って高かったけど買ってみました。っていうか、ホームセンター行った時にね、これしか売ってなくて、実は他のやつがね、売り切れてたんだよね。品薄だなっていうのはちょいちょい聞いてたんだけど、まさかここまでとは思わなくて、この一番高級な薬だけ売ってたんだよね。本当はエルバージュっていうのを買いたくて、でエルバージュでトリートメントをして導入するっていうのもいいなって思ってたんだけど、なくて、であったとしてもあれってね、粉だったりするんだよね。で、粉だから測るのがめんどくさい こういうさ、液体だと目分量とかさ、カップで測ればすぐに何十リットルとかね、測れるんだけど、粉でね、2グラムとか3グラムって言われてもね、結構厳しいんだよね というわけで、ひとまずこのグリーン F ゴールドリキッドでトリートメントを変えてみました。今のところみんな普通に休んでくれてて、全然落ちる子ももちろんいないので、まだ大丈夫かなと思うけど、何にせよまだ使用して2日3日なので、どうなるか分かんないね。今回の動画ではちょっと皆さんに質問したいことがあってですね、うちは結構長い間ずっと金魚膳の鎮火性を使っています。こちらですね、これ結構年季が入ってるんだけど、なんでかっていうと、大きい1キロ用の袋を買ってこれに移し替えて使ってるからなんだけど、これをねずっと使ってて、いいかなって思ってたんだよね。ちなみにこの金魚膳が食べれないぐらい小さな子は乙姫の C1 っていうのをあげてて、乙姫の C1 はかなり信頼性が高くて、うちの自家繁殖させた稚魚たちもこの乙姫を食べてすくすく育ってる形なので、乙姫は小さい子用にはかなりいいんじゃないかなって思いますね。もちろん大きい粒用のも売ってるから、乙姫の大きい粒用も使ってみようかなって思うんだけど、視聴者さんのコメントでは光ってやつも成長機能があるらしくて、成長っていうのは腸を整えるっていう字でね、それにしてから調子が良くなったって言ってたので、それも試してみようかなって思ってるんだけど、新しい餌何かいいのあるかなって思って、ちょっと皆さんのご意見を聞きたいなって思いました。餌の種類によっていろいろ効果とか目的は変わると思うんだけど、色あげとかさ、増体とかってあるじゃんね。だけど俺はあくまでね、健康にこだわりたいから、もちろん季節によって与えるべき餌は変わると思うし、冬の消化が悪い時だったら消化がいいやつとかね、例えば夏だったら栄養を与えるために増体とかでもいいと思うんだけど、あくまで健康にこだわった場合、どんな餌がいいのかなって思って
ちょっと皆さんの意見をね、ぜひお聞かせ願いたいなって思って今回動画を作りました。ちなみになぜ金魚膳を使ってるかというと、マルテル養魚場の店長さんがなんかおすすめですみたいな感じでブログで書いてたから、それを信頼してずっと使ってて、正直飼育歴2年ちょっと経ってほとんどこの金魚膳しかあげてない状態なので、他の餌との比較ができないんだよね。なのでこの金魚膳がすごく良くて、まあ、どっちみちここに戻ってくる可能性はあるんだけど、一応他の餌も試してみて、まあ、どんな感じになるのか、健康状態がね、あとは金魚自身の食いつきっていうのもあるんだけど、どうなるかちょっとね、実験というか挑戦をしてみたいなって思いました。なので候補としては小さい小粒で信頼がある乙姫の大きいバージョンと、視聴者さんが言ってくれた光っていうやつね。でちょっと見たんだけどね、金魚膳より単価は高かった。どちらかというと高級餌になるんじゃないかなっていうぐらいお値段がしたんで、その分いい成分が入ってる可能性はありますね。もちろん赤虫も素晴らしいと思うんだけど、赤虫はあくまでご馳走っていう感じだね。しかも明らかにあれは高すぎるんで、いくら金魚屋さんで買ったとしてもね。なので赤虫はちょっと特別な扱いにして、あくまで人工飼料の餌としてどういうのがいいかなっていうふうに思いました。ちなみに今現在のうちの水槽の状態はすごく良好で、もう全然病気も流行らないし、死ぬ子もいないっていう状態でかなり安定してるんだよね。しかもどの水槽もね、前まで苦戦していた90銭水槽ももう何週間も安定してるから、もう割といい感じに仕上がったのかなっていう感じなので、別にわざわざ餌を変える必要もないじゃないんだけど、前に金魚膳をかなり大量購入していて5キロ分ぐらい一気に袋買いしたんだけど、それがねやっとなくなってきたんで、どうせなくなるんだったら試してみようかなっていうちょっとした軽い気持ちですね。もちろん皆さんの意見によってはこのまま金魚膳を使うかもしれないけどね。本当にね、今週に入ってからは涼しくなってきて、特に朝と夜は割と寒いって思うぐらい涼しい時もあるので、今はまだ大丈夫だけど、そろそろ怖い時期が来るから、それも踏まえて割と金魚の健康とか水槽の環境っていうことに対して過敏になってる部分もありますね。その年々によって気温の下がり方とかどういう風な天候かっていうのも変わってくんだけど、大体だけど10月後半か11月の半ばまであたり、このあたりが結構やばいんじゃないかなって自分としては警戒してますね、例年の感じで言うと。でも皮肉なことにね、この時期だからこそ可愛い金魚が安く売ってたりするんだよね。やっぱりみんな考えてることは同じなのか、これからちょっと寒くなってきて体調崩したりとか、冬眠に入っていく時期だから今のうちに手放そうとかね、考えてる愛好家とか飼育者とか養魚場の人もねいるんじゃないかなって思いますね。おかげでいい金魚がたくさん買いつつ、財布の中身はすっからかんになってるわけだけど、ここでね判断だよね。安全策としてはここから金魚の体調が崩れやすいから今はやめとこうっていうのがいいって思う人もいるし、俺みたいに、今が買い時だから安くて可愛い金魚を買っておいて冬を越させようって思う人もいるだろうし、そこは本当に正解がなくてね、人それぞれの好みだったりするんだけど、皆さんもねそこは慎重に決断をしてくださいね。買わないっていうんであれば、そこはそこでいいと思うし、買うんであればそれ相応の覚悟と努力が必要じゃないかなって思いますね。なので話をまとめると、より一層金魚の健康状態っていうのに気を使っていこうと思うので、ぜひ餌ね、金魚の餌でいいのがあるよとか、こういう効果があるよっていうのを知っていたら教えてくださいね。こんな感じでワクワクキングランドでは金魚のエイザートークを毎日配信していますので、よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。またね、バイバイ。